皆さん、こんにちは。本日のセミナーを担当いたします、田中です。タックでは、TOEIC 650点コース、それから、900点コースを担当をしております。今日はですね、スライドに沿って、セミナーを進めていきたいと思います。こちら、こちらのスライドに沿って進めていきたいと思っております。今日はですね、650点突破に必要なことということなんですけれども、学習上のアドバイスに加えて、いくつか演習問題も用意しておりますので、どうぞ楽しんで、ご視聴いただいたらと思います。さあ、それでは、こちらのスライドをご覧いただきたいんですけれども、皆さんの目指していらっしゃる650点ということなんですが、一体じゃあ何問正解すれば取れるのかということですね。で、大体ですけれども、リスニングで69問、リーディングで66問正解を目指していくと。リスニングの方が少し高くなっているのは、大半の受験生の皆さんが、リスニングの方が得意で、ちょっとリーディングが低く出ている傾向にあるので、もちろんこれ皆さんそうっていうわけじゃありません。中にはリーディングが得意っていう方もいらっしゃるかもしれませんので、一つの目安ということでございます。ということはですね、各パートでどれくらいを取ればいいかっていう目安、ここ載せておりますけれども、ここで大事なのは、目指すのが650点なわけです。満点990点の、から見ての650点ということですから、もうすべての問題取ろうとしなくていい。解くべき問題、確実に解くべき問題と、言葉悪いですけれども、捨てるべき問題の見極めが重要です。こんばんは。講師の村上久子です。こんばんはね。1時間と短い中なんですけれども、たくさん盛りだくさんに私をも 入れてますので、この1時間ね、有意義に過ごしていただければと思います。では、750点突破に必要なことということで、普段教室で、講義とかしているときには、ちょこちょこと合間にはお話ししているようなことなんですけれども、学習、英語そのものというよりは、学習をね、効率的にするという観点からアドバイスを、させていただいて、で、最後に、演習のね、方、パート7の問題を、ね、ちらっとやりたいなと思っています。はい。では画面の共有させていただきます。はい。ご覧いただけますか？はい。では始めてまいりましょう。750点突破に必要なことということで。はい。750点突破したいけどって、皆さん。大体ね、皆さん、時間が足らずに、まだ全問回答、満足にね、やったっていう感じではなくて、もう、終わってしまったっていう感じ。それから、リーディングセクションの点数がね、なかなか上がらなくなってきましたっていう方もいらっしゃいます。でも割と、リスニングはね、結構こうね、点数取れてきたりするんですよね。で、やはり満点なんかね、リスニングの方を取れるようになるのが早いんですけれども、なかなかリーディングセクションは、上に行けば行くほど、だんだんこうね、上り坂がきつくなって、なかなか進まないっていう感じです。で、学習状況とか、今のね、実力というか、英語の、力はどうかなってお聞きすると、単語とか熟語は大体覚えてらっしゃる。ね、やっても、勉強もしてますと。で、話の流れとかは、聞き取れるし、読み取れますよと。文法も基本的なことは理解してるつもりです。で、出題形式とか、基本的な回答手順なんかも、一応ね、試験対策としてやってました。で、結局、ポイントとしては、長文をね、素早く正確に読む聞くができればいいということになりますけれども、この時に必要なのが、やっぱり精度、それからスピード、これ両方アップしなくちゃいけないんですね。さあ、今回のタイトルが、タック900点コース、担当講師が教える900点突破に必要なことということですけれども、皆さんの今目標スコア、人によって様々だと思います。700を目指していらっしゃる方、800、そして900突破を目指していらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、皆さんの目標スコアが何点であれ、今日の講座の内容っていうのはですね、必ず役に立つと思っております。今、ちょうど、公開テスト、今、10月1日が申し込み期間中ですかね。ちょうど2ヶ月ほどありますか？今から申し込んでも2ヶ月ほど準備期間がございますので、ぜひ、次の、本番に向けて、いうことで、今日のアドバイスを聞いていただいたら
思います。さあ、まずは、900点突破のために何をすべきかということで、ちょっと全体的な話をさせてください。まあ、900点を取るためには、正答率、リーディングが100問、リスニングが100問の TOEIC、200問マークシートを塗るわけですけれども、正答率、リーディング、リスニング、それぞれ9割超えていれば、900点いくと言われています。今、日本人の平均点が600点前後ですので、まあ、900点以上取ってる方っていうのは、さほどやはり多くはないです。上位 3% を目指すということになります。じゃあ、その900点獲得のイメージですけれども、大体教室でスコアシート900点到達しましたとかいう方をのスコアシートを拝見するとこんなバランスですね。リスニングが470点。これで大体ミスが8問くらいです。100問中のミスが8問くらい。リーディングが430点。これで大体ミス12問前後と。こんな感じで、まあ、トータルのミス、今にこれ20問ですかね。900点を獲得されると。いう方が多いです。まあ、なぜリスニングの方が高くなってるかっていうと、まあ、皆さんね、直近のスコアシートあればお手元にご用意いただきたいんですけど、大体7、8割の方の方がリスニングがやっぱり高く出る傾向にある。リスニングの方がスコアが伸びやすい。先にリスニングがね、満点近くバーンと出て、リーディングがそれを追いかける形で900超えるという方が多いようです。